山本翔吾、山本翔吾、山本翔吾、1978年5月28日体は、石川県七尾市出身の元プロ野球選手、当主。現在は福岡ソフトバンクホークスで、選手スカウトを担当している。妻は、チームジャビッツ21を務めた、元レースクイーンの中村まゆみ、に、石川県七尾市で生まれる。 清涼中学校では1年時に全日本少年軟式野球大会へ出場。2、3年時には2年連続で全国中学校軟式野球大会に出場し、3年時の第15回大会では優勝。清涼高等学校でも2年時に AS として第77回全国高等学校野球選手権大会に出場し、3回戦で、 吉都市滝徳を要する関西高校を、準決勝で、正田隆弘を要する智弁学園高校を破って、石川県生初決勝進出を果たし準優勝した。高校卒業後は、東京六大学野球連盟の慶応義塾、大学総合政策学部、SFC へ進学して、全国優勝を経験。リーグ戦、通算55試合登板、21勝14敗。 防御率2.23、307奪三振。2000年度ドラフト会議で大阪近鉄バファーローズから1位指名を受けて入団。のシーズンのほとんど鬼軍で過ごし、は、プロ初勝利を含む4勝を挙げ、56試合に登板して防御率2.52とリリーフとして対等。は、先発投手へ転向するも25試合に登板して、 防御率5.49で未勝利に終わった。は、前年より少ない14試合の当番だったものの、3勝1敗、防御率2.78と結果を残した。9月15日の対ロッテ戦、千葉マリンスタジアムは、近鉄球団にとって、関東での最終試合だったが、この試合で先発を務め、8回途中無失点の高騰で3勝目を挙げ、 近鉄の関東最終戦を勝利で飾った。同年オフの球団合併に伴う分配ドラフトを経て、オリックスバファローズへ移籍。の春先に先発登板したが、その後はリリーフでの起用が多くなり、2シーズン終盤にプロ初セーブを含む2セーブを記録するなど、35試合に登板して防御率3.99を記録。7月に昇格すると、主に、 ロングリリーフとして19試合に登板し、防御率1.62の高成績を収めた。9月17日の対ロッテ戦では、延長12回裏、1四万塁の場面で、三塁走者、北川博都氏の代走として出場。2市になってから、木本国幸のサヨナラ的時打で、初得点となる、決勝点を踏んだ。は中継ぎとして、 開幕を迎えたが、4月1日の大西部戦で、高原逸弘氏が一時も取れず降板したため、2番手で登板すると5回無失点に抑え、その間に味方打線が逆転して、同年初勝利を挙げるなど、主にビハインドの場面で結果を残した。その後も、先発陣の離脱が相次いだため、4月8日の対ソフトバンク戦から、先発へ転向。 4月23日の対日本ハム戦では、プロ初関東、初完封勝利を挙げ、先発ローテーション唯一の左腕として活躍した。8月以降はやや成績を落としたが、最終的に10勝6敗、防御率3.38の成績を挙げ、初の規定投球回到達と2桁勝利を達成。規定投球回に達した投手の中では、と並んで、 リーグ最小の3 8死 c 球と請球の良さをせた。本拠地である京セラドーム大阪とスカイマークスタジアムでは4勝ずつを上げ、クライマックスシリーズ進出を争った日本ハムから4勝、ロッテから3勝を上げ、チームの9年ぶりとなる A クラス入りに貢献した。同年はプロ入り時の監督でもあるナシガマサタカによる監督推薦でオールスターゲームにも初出場し、2回を無案だ。 無失点に抑えて、ベストピッチャー賞を受賞した。は、開幕から前年同様に、チーム唯一の先発左腕として、ほぼ1年間ローテーションを守り通したが、勝利投手の権利を保持して降板した後にリリーフが、打たれたり、9月1日に9勝目を挙げた後は5試合で、防御率7.80と調子を落としたため、2年連続2桁勝利は、逃した。 はオープン戦から不調が続き、開幕第3戦の先発を務めるも3回3、失点ながら7安打を許すなど、開幕後も、非安打が多く、不安定な投球が目立った。5月4日の対ソフトバンク戦で初回にご失点を許し、2回途中で降板すると、翌日に2軍降格。5月18日に昇格したが、岡田明信監督は交流戦での、 予告選発制度がないことを逆手にとって、その週に対戦カードのあった広島、阪神のオーダーを格乱させるのに一役買った。実際は、5月23日の対巨人戦で先発し、7回途中、1失点の高騰で、勝利投手になると、交流戦では4戦4勝、防御率1.82の高成績を上げ、チームの交流戦初優勝に貢献した。だが、 リーグ戦に戻ると、元の不安定な投球が目立ち、結局は8勝10敗、防御率5.47の成績に終わった。タイパリーグは4勝10敗、防御率6.55と打ち込まれ、特にソフトバンク戦と楽天戦が防御率8点台、西部戦では防御率10.54と散々なものだった。二千十年十二月五日、寺原隼人、高宮和也との二対二の 交換トレードで、木勝義と共に、横浜ベースターズへ移籍。背番号は15。は、4月12日の対中日戦で自身初の開幕投手を務めたが、この年も数試合連続して、序盤で早々に越されるなど打ち込まれるケースが目立ち、7月13日に、先発として11敗を期して、以降は、リーフとして出場するも結果が出ず、2勝11敗。 防御率5.92の成績に終わった。は、オープン戦から好調を維持し、4月11日の対、ヤクルト戦で球団名が横浜 DNA ベイスターズに変わってから、球団初の完封勝利を収める。ただしこの試合は、コウ・コールド、6回表途中で、9回を投げ切っての、球団初完封勝利は、翌日4月12日に、三浦大介が挙げている。 またこの寒風は、自身にとっても3年ぶりとなる寒風で、その3年前の寒風の相手は、当時の横浜ベイスターズでしかもコーンコールドだった。しかしその後は、勝ち星がなく、1軍と2軍を往復する日々が続き、7月14日の試合で7回6失点と炎上し、登録を抹消され、そのままシーズンを終えた。2012年11月5日、神、内安氏、 田村一志、吉川照明との3対3の交換トレードで、吉村勇樹、江尻慎太郎と共にソフトバンクへ移籍。背番号は38。はオープン戦で高騰し、開幕を一軍で迎えるが、当番2試合目となる4月3日の大西部戦、西武ドームで1回を投げ2本の本塁打を打たれて、登録を抹消される。その後左肘の故障で7月4日に、 神奈川県内の病院で、左肘関節の教師か骨局、滑膜節除術を受けた。10月9日に、球団から戦力外通告。通告後の11月10日に、第1回合同トライアウトへ参加した。2013年12月12日に福岡ソフトバンクホークスの東海、北信越担当のスカウトへ転身することが、球団から発表された。腕の位置が、 比較的低いスリークオーターから平均球速約時速 136km の速球、進化カ気味に落ちるフォークボールに2種類のスライダー、シュートを低めに集めて打たせて取る技巧派サスポーである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。